あんたさ、なんか大元から勘違いしてんじゃない？食物連鎖って知ってる？学校で習ったよね。来てない。すいません。にゃんちゅう。お姉さん、今日は何して遊ぶのかな？来てない。いいって言ってるでしょ？何度も聞き返せないで。来てない。はい、雑談でございます。皆さんどうもいかがお過ごしでしょうか。リアルの方がやっと、落ち着いたというか、まあ平和ですね。まあ以前がちょっと置いて、ゲームの話なんですけども、プレイステーション2がですね、ちょっと困ったことに今なってて、なんかノイズが入るんですよね。この間、試験的にちょっと、エバーグレイス2のオープニングでもちょっと上げてみたんですけども、なんか、仕上がりを見たらですね、ノイズが入ってて、PC で確認したときは、そうでもなかったんですけども、タブレットでですね、ちょっと確認したら、ノイズがひどくて、とても見れたもんじゃなかったんですよ。いや、もう、それで、これは何が悪いのかって、多分、実機なのかな、なんて思いながら、まあ、古いですしね、PS2 ですし、まあ、ロムを吸い出してやってもいいんですけど、処理落ちがですね、ひどいんですよね。あれをちょっと購入したことがあって、お恥ずかしながら、ちょっと使い方がよくわからなかったんですよね。それで、今使ってない PS4 の横に、置いてあるんですが、仲良く、埃をかぶって一緒に置いてある状態なんですが、そうですね。なんかいい方法ないかななんて思いながら、まあ、たまたまノイズが入っただけだったのか、それとも調子が悪か、何かの、何か、何の調子が悪かったのかよくわからないが、まあ、そんな感じで、痛かったゲームがここに来てできるかななんて思っております。まあ多分大丈夫だとは思うのですが、あんまりひどい時はちょっと考えます。 何をだって感じですけどね。ねえ、タガフロが佳境に入ったというか、随分人数をクリアして、あとはリュートとアッセルスを残すのみになったのですが、どっちからやろうかななんて 思ってるところです。攻略サイトさんではね、アッセルス、リュートだったんですけども、どっちに楽しみに。だねー。ね、プレステ2が本当にね、この場しのぎのであればいいのですが、まあ、設定の仕方とかもあるのでしょうが、何事もなければいいななんて思いながら、ゲーム実況やっていこうかな。PS2 もね、名作が結構あるんでね、おいおい、やっていこうかななんて考えております。よろしければ、お付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
そうですね、平和すぎて話題がないとまあいいことなんですけどね、うん、いいことではありますね、とりあえずあの PS2 も買い直すことを買い替えとかも考えたんですがね、画面に支障が出るとかではない、ただノイズだけなんで、ノイズだけだったら多分設定だとは思うんですが、設定いじればどうにかなるかなっては思うんですけどね。で、ズーム私の中じゃすごく現役ですねもうね、巷じゃ PS4 がね、出るっていうのにまだ PS 使いって言われるんですけど、あの友達とかも PS2 がいいよねとか言うんですよね。なんかまああまりともどもソフトを知らないっていうのがのもあるんでしょうが、現役は PS2 かなみたいな感じで言ってたんですけどね、話がちょっと合うのは PS2 たまたまあってという話とかもしてたんですけど、皆様は、プレステでは、何が、この名作、でしょうか。いろいろありますからね。いいね。いっぱいありますよね。なんか、唐突にこう、言えって言われたら、思いつかないですけど、探して、ああ、これもあった、あれもあった、なんて。申しました。あの格闘系とかシューティング系、あれがちょっと本当苦手で、もうシューティングとかもうすごい苦手で、もう上手い人が本当羨ましいんですけど、ね、すごいですもんね、上手いからね、本当にホイッと進めていって、失礼します。進めていかれてちょっとびっくりするんですけど、すごいなぁなんて思うのね、なんか動画を見たりするんですよね、ここまで、腕がこの子にね、逆に気持ちいいだろうなぁなんて思いながら見てますけどね、すごいですよね、でもなんかですよ、タガフロで精一杯ですよぐざ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 しててすいません、これも味と思って温かく見ていただけると嬉しく思いますね。と1月も後半に入って次2月かなんて思いながら、この間おせち料理食べたのに何を食うとか思ってるのですが、過ごしでしょうか。本当に風邪などね、前々からずっと言い続けておりますが、引かないようにされてください。暖かくしてね、頑張らないよ本当に あんまり頑張りすぎないようにしましょう、ね、あまり頑張るとね、本当自分の心が疲れちゃいますからね、ほどほどにですね、適度に自分のペースでいいと思います。ね、PS2 は買い替えるべきなんでしょうかね。迷いますね、何か。どうしたらいいんだろう。ノイズ。なんでノイズ、なんでノイズが入ったのかもよくわからない状態で。ねえ。やりたいゲームが本当にいろいろあって大変なんですけど自分的に大変なんですけどねどうしよう、ぼちぼちやっていければなぁなんて思います。それでは、この辺で終了にしたいと思います。
ご清聴どうもありがとうございました。失礼いたします。